こんにちは。こんにちは。メイキングザロードの桜井です。本日は DMM ゲームスの海田英二郎さんにお越しいただきまして、アンダーサーティーと考える仕事論ということで、海田さんの仕事とか、あと仕事に対する価値観とかについてお話を一緒にこうさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海田さんのキャリアみたいなのを僕が詳しく聞いたことがなかったので、うん、社会人になられてからどういう仕事をされてきたのかっていうところからまずちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが、はいはい、まあ僕はですね、はい、そもそもまあなんか大学を出て就活して就職しっていう、はい、そういうキャリアではなくて、はい、もともとは金沢に住んでたのが19の時に加賀市に引っ越しをして、でそこでまあ近くにあったビデオ屋さんのところでアルバイトを始め、はいはいはい、まあ、そこでこうアルバイトをしながら仕事を覚えて、でそのビデオ屋さんがこう仕事を変えていく中で僕も一緒にこう成長していって、最終的にはそのビデオ屋さんが DMM を作り出して一緒に DMM を作っていったって、たまたまこうビデオ屋さんに入ったら DMM にいたという流れにはなるんですね。あ、じゃあアルバイトで始めたのがきっかけで、そこからこう、そうですね、会社の成長とともに自分のこうステージもこう変わっていったりとか、仕事内がこう変わっていったって感じ。まあ、そもそもお店に行ってお客さんとお会いして、はいはい、いらっしゃいませつってのビデオをお貸ししたりだとか、はい、まあ、そういう接客をしたり、あとまあ店舗の運営業務、はい、またはい、商品を仕入れたりだとか、はい、まあ、陳列したり、あとはアルバイトの教育だとかも、ともとアルバイトだったんで、うんうんうん、教育される側だったんだけど、うんうん、しばらくこうステージ上がっていくと、まあ、アルバイトを指導したりとかいったことをまあやってきました。へえ、なるほどなるほど。じゃあ今何年くらいこう働かれてることになるんですか？30年、はいはいはい、19からなんで、へえ、31年、30年経って31年目になるんで、はいはい、この31年間みたいのをちょっと振り返るって言ったら大げさなんですけど、なんかこの仕事めちゃくちゃ印象に残ってるなみたいな事業とか仕事ってありますか？そうですね、でもまあ本当ビデオ屋さんをこう経験できたのはすごく大きなことで、はい、お客さんと会いたいすることとか、カセットテープの仕入れとかの担当、はい、まあ、販売担当をやらせてもらった時に、はい、まあ、販売額とまあ利益の割合だとか、うん、何を仕入れるとか、在庫をどれだけ持つだとか、回転数だとか、うん、商売の基本をこう理解できたのはまあすごく良かったなと思っています。とまあその店舗マネージメント、はい、いわゆるまあお店をこう知っていただくためにチラシを入れたりだとか、はい、ダイレクトメールを送るだとか、うんうんうん、まあ、そういったこともやらせてもらえたんで、そのまあビジネスの本当基本となる商売みたいなところに携われて、まあ、神山さんからこう指導いただいたりとか、まあ、時に喧嘩しながら違うだろみたいなことを言うといや違わねえよみたいな喧嘩しても、まあ、大体負けるんですけどチックショみたいな、次こそは通してやるっていう、まあ、そんな感じでこう付き合ってくれたんで、そこではなんかその仕事のやり方をこう最初に習えたっていうのは大きかったと。なるほどなるほど。海田さんこういろんな会社の代表になられたりだとか、まあ、役員されてたりとかっていうので、はいはい、いろんなこう立場で今まで仕事をされてきたと思うんですけど、はいはいはい、こうやってこう立場が変わっていく中で海田さんの中のこう仕事に対する考え方とか、うん、仕事への価値観みたいなのってちょっとずつ変わってきたんじゃないかなと勝手に今予想してるんですけど、うん、今こう海田さんっていうのは仕事に対してどういう価値観とかどういうものだと思って今仕事に取り組まれてるんですかね？そうですね、まあ、経験を踏んでやり方だとか、はい、進め方とか、はいはい、いうのは少し学べたかなというか、うん、まあ、ある程度自分の中で確かな方法、うん、もしくはまあそれに近いやり方はこう見出せてるかなと思ってます、はい、で今僕はあの沖縄にいるんですけど、はい、まあ、沖縄のゲームのデザインを提供してるっていう組織なんですね、うん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 、でまあかなりこう全体の中でもデザインのクオリティが高いって言われている組織で、はいはい、そこの中で、まあ、そのデザイン性をいかにこう高めるかとか、うん、その生産性をいかに高めるかとか、うんうんうん、組織も まあまだちっちゃいので、うん、それをもう少し大きくして会社に貢献をする、うん、チームの組織力を高めてもっと貢献していこうということで、うん、今沖縄に行ってるんです、はい、で今までの経験を踏まえて、はい、これをどう高めるか、うんうん、そうするとまあマネジメントの仕方だったりするんですけど、はい、最終的にはお客さんに満足していただくデザインを提供しないとダメなんだってことを社員に理解してもらう、はいはい、そのためには何を準備すべきなのか、うんうんうん、やらなきゃいけないことに対して準備がないとなかなか進まなかったり、うん、 ね、まあ、それをどのように実行していくかっていう、はい、ゴールも買ってやらなきゃいけない、はい、でもどうやってやるかみたいなこともなかったりすると達成できないので、はい、そこについてじゃあこういうふうにアプローチしていきましょうねっていうことを指導していったり、時間は少しずつかかるんですけど、うん、まあ、そういうような道筋を立てて
話していきますね、うん、まあ、それを実行できるようになるべく早く達成できるように、うんうん、やってるところです。へえ、なるほどなるほど。目標に向かってこう一個一個、まあ、レイヤーというかそういうものがあって、ね、具体的に落とし込んでいって それを日々こうちゃんと回していくっていうのが、まあ、大事っていうところなんですかね、はい、確かに確かに。なんかなかなかこう目標立てましょうってよく会社の例えば研修とかでもあると思うんですけど、目標立ててからそれ達成するために具体的にこう日々の行動にこう落とし込むのってなかなか難しかったりだとか、はいはい、そこまで考えずにとりあえず目標だけ、例えばなんだろう、次一番取るぞって分かりやすい話、うん、一番取るぞって目標だけ掲げて終わっちゃうこともまあなんか多いんじゃないかなと思うんですけど、そうじゃなくてでちゃんとそのするためには具体的に何をこう日々やっていかないといけないかってところをちゃんとこう落とし込んでいくっていうが大事ってことですよね。まあ、会社にこうなんか目標とかビジョンとかが設計されてて、それを達成するためには組織がこういくつもあって、組織の役割にこう変換とか落とし込むとか、そのまあ翻訳みたいなところで、それが自分にとって何をやるべきかっていう、トゥードゥーまでこうつながって落とし込めるようにしていくことがやっぱマネジメントは重要かなと思います。なるほどなるほど。それでいうと僕は目標を立てるのがどっちかというと苦手な人で、なんか目の前のことをやってたら勝手になんかどうにかこう積み重なっていくかなっていう感じで思ってるんですけど、海田さんは昔からこうなりたいとかこうありたいみたいなこう個人的な目標とかってあった人なんですか？ないですね。そうなんですか。まあ、どっちかっていうと会社のこうオーダーに対してどうやったら達成すべきかっていうのがあって、まあ僕の上司の神山さんはやりたいことがあると、でもまあ従業員をこう指導していくだとか見ていくっていうことはもう任せるから、前やっとけと、任せるよと。じゃあどのようにマネジメントすべきかっていうことはこうたまに細かく言っていくんですけど、こういうふうに取り組むべきだっていうのは体系的に教えてもらったことは実はなくて、へでも人の生き方とか仕事に対する考え方とかは随時教えてもらったんですね。へそういうのを僕の中でこう再構築とか再構成して、おそらくこういうことなんじゃないかなっていうのをこう思いながらやってきて、ちょっと失敗しちゃいましてでうまくいく事例もあったりもして、自分なりにこうなんか勉強したことをこう取り入れながら、まあおそらく今の時代だったらこういうやり方が合ってるんじゃないかなっていう、そういうふうに思ってますけど。へえ、なるほど。今の目標ないって言ってるけど、僕も目標ないですからね。いやー、どうなんかな。心配ないと思いますよ。あ、本当ですかね。今ってそれこそビジョンとかミッションみたいなのがすごくこう言われてきたようになったなと思ってて、まあ、会社ももちろんビジョンとかミッションってあると思うんですけど、個人的なそのビジョンとかミッションってなかなかないなとかって思うと、こう目標ないことがそもそも悩みになったりとかもして。悩まなくて。あ、そうですか。まあ、なんかこう夢を描いてゴールに向かっていくっていうのは綺麗な話だったり、あの憧れるような話だったりする、まあ、そういうタイプばっかりじゃないんで、世の中は人間は、例えばそうですね、僕なんかはどっちかというとオーダーがあった方が実現しやすい。へで人から言われるよりもこう、自分でやりたい人と、言われたことはちゃんとやる人、そういうタイプもいますので、自分に夢がないからとかいうことをこうなんかネガティブに捉える必要はないかなと、で、まあ、むしろ現実的にお給料を稼ぐだとかいうことで会社にちゃんと貢献していくっていうことも全然俺はありだと思いますけどね。ただまあ本当にそれをこう考えた時に、会社の中で何を成し遂げるべきだとか、自分は何の責任を負ってるんだっていうことを自覚して、じゃあそれを達成するためには何をやるべきか、そこは多分落とし込めると思うんですよ。なるほど、そうですね、そうですね。その先にもしかしたら自分がやりたかったというのをやれることとかの先が見えてくるかもしれないですね。若手の社会人の方とか、まあ、これから就活生になる方とかっていうことに対して、こう仕事っていうものを一緒に考えていきましょうっていうテーマのまあ動画なんですけど、いろんな経験をされている海田さんから見て、次こう仕事っていうものに対してどういう考え方でこう仕事をやっていくのがいいかなとかっていうのって、なんかこう若い子に海田さんから向けてこういう視点とかこういう考え方っていうのも一個ありなんじゃないかなって、なんかこう送れられる言葉とかってありますか？まあ、例えばまあ大きなところで会社を選ぶとかって話だったじゃないですか、でもじゃあ大きな会社がいい会社がその人のキャリアを全て決めるわけではないっていうのは皆さん分かってると思うんですよ、でもちろんそのなるべくいい環境であるとか選ぶのは必要だと思うんですけど、まあ僕も大きな会社にいたりするんで、こう入ってきた社員に言うんですけど、
実際に入った後どう動くかが実は問われていて、入ったのがゴールじゃないというのはみんな分かっているんですね、はいはい、じゃあその時どうするかというと、はい、自分のことを親身に考えてくれるような上司に出会ってほしいし、選べるならそういう上司と仕事してほしいです、はい、で誰かの資産について仕事をする、うん、その時、まあ、いろんな仕事の考え方とか身につけられると思うんですよね、うんうん、向け方でそこの下について仕事できたりすれば、うん、多分これから先スタートが良くて行きやすくなるかな。なるほどなるほど、ね、でまあ誰かの下について皆さん多分仕事するんですよ、はい、でまああんまり良くないなっていう上司もいらっしゃるかもしれないです。その時にそれをどう受け止めて反面教師にするかとか、うん、でも何かの成長に自分のプラスになるように考えて取り組んでほしいなと思いますし、うんうんうん、そういう出会い、うんうん、縁とかがあると思うので、うんうん、そういう縁を大事にして自分のこう糧にしていってほしいなと、うんうんうん、僕たまたま僕の出会いが亀山さんだったんで、はいはい、そういうところではまあすごく恵まれたと思ってますが、一方で亀山さんのポジティブなところとネガティブなところもあったりして、うん、僕もまあ30とか40になってきた時に、はい、いろんな方とも出会いして、はい、お話できたりとかしてこう身につけられたものもあったりもするんで、うんうんうん、これから仕事していくっていうのは長い、はい、もう30とか40、50、60 そうですね、その先まで働く可能性もあるわけです、はいはい、そしたらまあ今勉強するというよりも多分ずっと勉強なんですよ。うーん、し続けないといけないというそうです。僕も尊敬する、まあ、IO の会長さんなんかは、はいはい、相当年齢いってらっしゃいますけど、講演会って一番前に座ってまして、気持ちを片手に自分よりも年下の経営者の発言をこうメモ取りながら、はい、質問ありませんかって言ったら一番前で一番最初に言ってくれる会長が、それを見た時にやっぱまだまだだなと思うし、はい、あの年齢でもまだあるぐらいで頑張ってらっしゃるのと、うんうんうん、まあ、どんどんこう自分を磨くとか、うんうんうん、そういう思いを持ってやってもらいたいなと思いますけどね。なるほどなるほど、入るまでももちろん大事なんですけど、入った後もすごくやっぱりもっともっと大事になる可能性高くて、どんどんやっぱこういろんな方と出会って、はい、いろんな考え方を知る、はい、こういう情報時代だからこそ、うん、直接コミュニケーションを取って、はい、本当に身に入ることとかを、うん、その場でその時でしかわからないこととか、うん、受け入れられることとか違うので、はいはいはい、よかったら、まあ、人との接点を大事にして、縁を大事にして、またその先の縁のつながりを期待しながら、うんうん、なるほど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 、自分をこう楽しんでいただいて成長できれば一番いいんじゃないですか、ね、楽しみながら成長するか、うん、多分いい縁はいい縁をつなげてくれるので、いやいい言葉いい言葉、なるほどななるほどな、うん、結局なんかそっか、いい縁をつないでいくためにも自分自身もこう楽しんでないといけないし、そうですね、はい、学ぶ姿勢とかそれもこうずっと継続させていくことが、また縁をずっとこうつないでいってもらえる一個の要因になってくるかもしれない、ね、うん、この縁もそうですね。あ、そうですね、そうですね、呼んでくれますしねありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっとお時間もちょっと来てしまってるので、はい、今回の動画はここら辺で終了させていただきたいと思います、はい、本日は DMM ゲームズの海田英二郎さんにお越しいただきました。海田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。